のものでしょうか。いや、今の魔族に我らの神殿を襲う力などない。神を崇める時代は終わったのだ。こいつも羽が大きいな。ご心配なく、お渡しするときにはきれいさっぱり切り取っておきますので。なんだ、言ってやがった。やつだ、包帯悪魔だ。こいつをやろう。持ってきな。ほい。ありがとう。いい匂い。相変わらずいい食べっぷりだ。シャリオス様がお戻りだ。お戻りになられたか。こうしちゃいらんねえ。
剣の箱ぼれ修理で忙しくなるぜ。その前に凱旋の祝いだ。肉の注文がたくさん来るぞ。ありがてえな。ねえ、何がありがたいの？お前さんにそうやってパンを恵んでやれるのもアナティオ、シャリオス17世のおかげなんだぞ。え？シャリオス様のお力で王都はとても豊かになった。お前さんも王様に感謝するんだな。うん、感謝する。最近オートに？うん。名前は？ニーナよ。ニーナか。いい名前だ。どこから来たんだ？どっから来たんだ？どっから来たんだ？どこでもいいじゃない！どうした？あの人たちすごい働き者ね！あれは人じゃない。人じゃないの？彼らのことはあまり気にしない方がいい。今はそういう時代だから。え？いけない、いけない！ニーナは随分恥ずかしがり屋だね。あれは王様？ん？そうだ。今朝、町で初めて王様を見たよ。シャリオス17世は、偉い王様だってみんな言ってた。あれは？あれはバハムートだよ。バハムート？ 10 年前、ニーナはいくつだった？ 6 つ。それなら覚えているね。バハムートのことは。うん。10年前、私の里にも火の玉が降った。バハムートによって、大陸ミスタルシアは荒野と化した。生き延びた者は、死ぬまでバハムートの恐怖を忘れないだろう。その絶望から、王とアナティを復活させたのが、シャリオス17世だ。その歴史なの？この壁画は。そうだ。王の栄光の歴史だ。ところでニーナは、王都に出稼ぎに来たのかい？うん。お母さんに楽をさせたいの。王都はこんなに栄えてるのに、私の里は10年前からずっと貧しいままなんだもの。王都だって、そんなにいいところばかりではないけどね。そうなの？カイザル。はっ。奴らを見ろ。命を懸けて戦っている。昨夜も包帯悪魔を取り逃がしたらしい。私を失望させるな。おい、片付けろ。ムガロ。
ただいまじゃねえよ。もう10日も居候しやがって出て行けバカ野郎。まあ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 、バックはす落ち着いてください。ここは賞金稼ぎの来るところだ。お前のようなガキの預かり所じゃねえ。あたし賞金稼ぎだけど。首の一つも上げたことねえくせに。そのうち大物を仕留めてやるんだ。元締めのあんたが泣いて喜ぶような大物をね。それまではここにいる。それはお前が決めることじゃねえ。それにあんたたちなら男だけど全然平気だしね。そんなことよりこの賞金首、また賞金上がったんだね。誰も捕まえられないみたいですね。そんな強そうには見えないけど。昨晩も被害に遭ったらしいですよ。奴隷商人や荒くれ者たちが悪魔にひどいことをすると決まって現れるんですって。いいやつなの？賞金首がいいやつなわけねえだろ、バカ野郎。あたしこいつを捕まえてみようかな。あ、そう。この賞金でお母さんを楽させるんだ。はい。それに包帯悪魔に会ってみたくなっちゃった。じゃあ行ってきます。あ、お嬢さん。ほっとけハンサ。じゃあね。ったく、いつから神あんなガキに舐められるようになっちまったんだよ。ベッケル。どこいんだろうこの悪魔。なんだお前は。なんだとは何よ。あんたは私の獲物よ。おりゃあ、あれ、あっちゃーって、こっちだ。おい、おい、
大丈夫か？いや、ちょっとこれが取れなくて。どうした？何でもありません！ごめんなさい！団長！さよなら！団長！おけがは？大丈夫だ。くそ！あの女、包帯悪魔の仲間か！おえ！あの女は大野だ！もうどこ行っちゃったんだろう。ねえあんた、そっから包帯した悪魔見える？じゃあその場所、あたしと変わってくれる？あ、いた！何？塔の上の女も仲間だ！逃がすな！なぜあいつが攻撃されている？あの羽は。メガロ、大丈夫。悪魔が召喚したのでしょうか。Yeah!
ここ、どこだろう。おはよう。はい。大丈夫よ。これは私の助手のロッキー。ロッキー。私はリタ、お医者さんよ。お医者さん？そう。こう見えてもあなたよりもずっと年上よ。本当に？本当よ。ゾンビだから。私のことより、あなた突然竜に変身して大暴れしたって本当かしら。覚えてないの？うわ、私またやっちゃったんだ。あなたはその後気を失ってここに運ばれてきたのよ。誰が運んでくれたの？アザゼル。誰それ？包帯悪魔と言ったらわかるかしら。包帯悪魔？そうだ、私包帯悪魔を捕まえようとして。そんなことより、あなたは人なのかしら。え？それとも竜なのかしら。あの娘の力があれば。私は相変わらず神であるバッカスさんの馬車に居候させてもらっています。神様のお家は住み心地が良く、バッカスさんも私をとても可愛がってくれています。またいたのかてめえバカ野郎。ペットの鳥もとても可愛らしいです。仕事も見つかりました。女の子の私にぴったりの仕事です。みんなが私のことを褒めてくれるので一生懸命頑張ってます。みんなこっちも頼むぜ。はーい。王都は里と違って信じられないくらい活気があります。優しくしてくれる人たちもいっぱいいます。ありがとう。でも一つだけ不安なのは、里と違って王都には若い男の人たちがいっぱいいることです。でも全然大丈夫だから心配しないでください。まとまったお金ができたら送ります。私は今日も元気です。突如現れた竜に阻まれて包帯悪魔を取り逃がしたということか。はっ。その竜なかなかの暴れっぷりだったそうではないか。一度目にしたいものだな。失望させるなと言ったはずだが。申し訳ございません。オルレアン騎士団の包帯悪魔討伐の任務を解く。これより当任務は漆黒兵部隊に命ず。下がれ。カイザル・リドバルトを見張れ。
よい。団長、なぜ今一度チャンソーと陛下に申されないのですか。昨日も悪魔を人質とするオルレアン騎士団にはあるまじき作戦を強行したというのに、ここで諦めるのですか。我々が幾度となく包帯悪魔を取り逃がしたことは事実だ。しかし団長。アレサンド、待っていたぞ。ん？失礼しまーす。おい待て。貴様、俺を覚えていないのか。俺と組め。は？俺にお前の力を貸せ。やめて！貴様の力は人間どもにとって脅威だ。あなたさっきから何言ってるんですか？貴様も魔族の端くれなら、この町の人間どもに腹が立たないのか？知りません。知らぬなら教えてやる。ついてこい。はい。かつて悪魔は人間どもの恐怖の対象だった。その恐怖に抗うために奴らは神を崇拝した。あなた人間が嫌いなんですか？ああ大嫌いだ。だがもはや悪魔は人間の奴隷になり下がっている。全てはあの男だ。あの男？シャリオス17世。奴によって人間たちは悪魔を圧倒する力を手に入れた。俺たちの魔とコキュートスを滅ぼしたシャリオス17世は、大量の悪魔たちを無理やりこの王都に連れてきて奴隷にしたのだ。悪魔の犠牲の上に成り立つこの繁栄、俺には我慢ならん。いけない。私の里にはこんなのなかった。あいつは人間どもに羽を刈られ喉を潰されている。あいつはムガロはもともと奴隷として売られていたところを拾ったのだ。地に落ちた悪魔の地位を復活させるには、何もかも根底からぶち壊す力が必要なのだ。貴様にはその力がある。え、私そんな力ないです。嘘をつくな。俺は見た。貴様が竜になり人間どもを蹴散らす姿を見て確信したのだ。やめて。私もう竜になんかなりたくない。離して。黙れ。貴様も魔族の血を引くのなら、その力を俺たちのために使え。え、やだ。意味わかんない。わかんない。わかんない。自分でやればいいじゃない。貴様じゃなきゃダメなんだ。なんでよ。 あんた包帯悪魔なんでしょ。うるさい。俺の言う通りに。あんた包帯悪魔やめて変態悪魔になったの？ゾンビ女。
そろそろ仕事の時間でしょ。早く行きなさいよ。俺は諦めんぞ。行くぞ。お元気ですか？私は今日王都の中でかわいそうな悪魔さんたちを見ました。どうやら王都には私の知らないことがいっぱいあるみたいです。変な黒い悪魔から私も魔族だと言われるし。貴様も魔族の血を引くのならその力を俺たちのために使え！お母さんに誰にも教えるなと言われている竜に変身しちゃうきっかけはちゃんと内緒にしています。けど人とか悪魔とかよくわかんないな。まあいっか、もう寝よう。お前の正体は分かっている。戦う気はない。止めに来たのだ。シャリオス王は本気だ。すぐに王都を去れ。俺の命の心配をするのか。立派になったものだな。お前が人間を殺し続ける先にお前たち悪魔が望むものは本当にあるのか。貴様、この状況を見てよくそんなたわけたことが言える。
これは。俺が今殺したゲス野郎どもと、ここで飼われた無害で無力な悪魔たち、殺されて当然なのはどっちだ。貴様の騎士道とやらには悪魔の命は対象外か。何を勘違いしているか知らないが、俺は悪魔だ。人間どもの敵だ。貴様らが悪魔に舌打ち、それを必ず後悔させてやる。そのために何人だって俺は殺す。お前は間違っている。復讐の先に偽装はない。憎しみが増していくだけだ。綺麗事を言うな。所詮貴様も王の犬ではないか。おい、貴様などこれまでに殺してきた人間どものそれ以下だ。殺す価値すらない。間違いありません。王とアナティで、あの力が使われました。例の子供の可能性は？まだわかりませんが、2年前に生じた波動と酷似しております。とにかく、王との捜索を強化してください。かしこまりました。あの子供が生きているならば、必ず見つけ出さなければなりません。人の心から消えつつある神への信仰心、それを取り戻すにはあの子供が必要なのです。我慢しなさい。悪魔でしょ。痛みに悪魔であることは関係ない。こんなこと続けてたらあんた本当に死ぬわよ。俺はなぜ助かった？さあね。
まさかな。この金は俺がいただいていくぜ。そうだといいね。準備はいいかい？レディーゴー。さあさあ、お次はいないのかい？どうなってんだこの女。負け犬の遠吠えは見にくいですよ。今や人間と共存する神がお前たちだけというのは皮肉なものだな。お前の相棒は下界を満喫しているではないか。レディーゴー。ウィナーニーナー、イエース。はい、ご苦労さんでした。ご苦労さんでした。一体何の用だ。左右で瞳の色が違うオッドアイの子供に心当たりはないか。知らねえな。オートにいる可能性が高い。その鍵に何がある。お前が人間みてえな格好して下界を嗅ぎ回るなんざ大層なことじゃねえか。お前が知る必要はない。だがもし子供を見つけたのなら、ガブリエル様はお前たちを深海に戻すことも考えるだろう。深海を追放され、賞金稼ぎの元締めをやらされるなど、さぞ屈辱だったのではないか。俺は追放されたんじゃねえ。自分から出てったんだ、バカ野郎。だとしてもお前たちにとってこれが深海に戻る最後のチャンスになるだろう。子供を見つけ次第私に知らせろ。いいな。バカ野郎。さあさあ、お次は誰だい。いないのかい、いないのかい。情けないね。カモン。ほら、クワモン、クワモン。ん？おお、そこのいい男。このプリティなクワイリキ女王に挑戦してみないクワ。おやおや、逃げるのクワイ。最近の若い者は骨がないね。あ、イケメン来た。クワキキン100ルピだよ。おっとっと、金はない。本物くらい、これ。なぜ目隠しをしている。勝負に集中するためだよ。さあ腕を出して。準備はいいくらい？レディーゴー。
こいつやるじゃねえか。おお、すげえ。お前、何者だ？私は、ニーナ。ニーナ！誰だ、あれ？さあ、見たことねえか。正義ですね。クワックワックワッ。ここ10日の間に6軒の貴族の館、3軒の奴隷商人、悪徳商人たちの取引が包帯悪魔に襲われ、計56名が惨殺されております。オルレアン騎士団、漆黒兵部隊ともに討伐任務は失敗しており、現状具体的な改善策は見受けられません。本日の軍議では包帯悪魔が次にどこに現れるかを討議し、どこに現れるかなど考える必要はない。私が指揮を取る。町の中央広場に悪魔を並べよ。その場で処刑する。悪魔を殺し続けるのは嫌でも、包帯悪魔は姿を現すだろう。陛下、お待ちください。なんだ？これ以上魔の者を挑発し続けるのは私は反対です。ほう、ちょっと団長、まずいんじゃ。神も魔もいたずらに命を奪い続ければ、いずれは力を集結し人へと挑んでくるでしょう。それの何が問題だ？挑んでくるなら叩き潰せばいい。しかし、それでは。カイザル団長、あまり魔族をかばうようなことを言うと、あらぬ疑いをかけられることになるぞ。今宵、包帯悪魔をおびき出し討伐する。以前障害となった赤い竜も出てくるやもしれぬ。邪魔する者は皆殺しにしろ。ほら、びっくりした。気持ちいい。今日はよく働きました、クアランね。さてと、スープできたかな？はぁ、クア、その紋章は王家のもの。そんなものを一般人が持ち歩いてるなんて、まず偽物でしょうね。はぁ、どうしました、お嬢さん。その指輪の男のことが気になるんですか？知らない、忘れた。アザゼルとどっちがいい男だった？忘れたって言ったでしょ。ケツの青いガキが男に浮かれるなんざ10年早いんだよ、バカ野郎。さあ食べましょう。
スープこれで足りるかしら。ニーナは人の5倍は食べるからね。本当ですよ。今日のクワセギも半分は食事の材料代に消えてしまいました。クワランね、お腹すいた。いただきます。いただきます。あっあっあっうんところで、ニーナはなんでこの酔っ払いとアヒルと一緒に暮らすことになったの？俺は許可した覚えはねえぞ、バカ野郎。私はアヒルではありません、クワミです。ね、師匠がオートに行ったら変な場所に住んでるバッカスって人を訪ねろって言ったの。師匠？そう、師匠が言ったの。オートに来たのは初めてで、わかんないことばっかりだけど、この馬車だけはすぐ見つかったんだ。本当に変な馬車だったから。俺の馬車をバカにするんじゃねえ。その師匠って一体何の師匠なの？賞金稼ぎ。賞金稼ぎ？あなた賞金稼ぎだったの？まだ全然稼いでないけどね。だって賞金首がいないんだもん。でもこれ見て。ん？何？師匠がつけてくれたの、賞金稼ぎの証だって。そいつは偽物だ、バカ野郎。賞金稼ぎの腕輪は神にしかつけられねえからな。そうなの？ひどいな、師匠。まあ、この腕輪自体あまり役に立つことがなくなっちまったからな。あのシャリオスとかいう若造のせいで今や賞金首も包帯悪魔しかいなくなっちまった。こっちも商売上がってるさ。包帯悪魔はアザゼルだから、今さら捕まえてもね。そもそもこんな若い娘に賞金稼ぎをやらせるなんて無責任な師匠ですね。勝手に俺のこと頼れだなんて言いやがって、とんでもねえ野郎だ。腕輪も偽物だしろくでなしね。確かにファバロはろくでなしだったな。ファバロ！ん？かん？ああ、くそ！我々オルレアン騎士団は陛下の近衛兵のはずなのに、この扱い、これじゃ座標と変わらないじゃないですか。それにしてもすごい戦力だな。これではまるで戦だ。知りませんよそんなこと。それよりカエザル団長はどこへ行っちゃったんですか？しばらく姿を見ていないな。まったく、団長がそんなことではますます僕らの立場は弱くなりますよ。ごちそうさまでした。あなたの食欲にも驚いたけど、あなたがあのアフロと知り合いだったことが今夜一番の衝撃だったわ。ねえ、リタは師匠のことよく知ってるんでしょ？どんな人だったの？私は大して知らないわ。昔ほんの少しの間一緒に旅しただけだから。あいつのことが知りたいなら、この音にぴったりの人物がいるけど。ぴったり？もしかして、それって恋人？違うわね。でも、私なんかよりアフラのこと、ずっとよく知ってるんだから。その人どこにいるの？その、あら。ここだったのか、リタ。奇遇ね、団長さん。今ちょうどあなたのことを話してたのよ。団長さん？ニーナ、この人はカイザルさん、ロッキーのお父さんよ。お城で騎士をやってるの。あっ！あの時は、ごめんなさーい！君は無知使いの。リタ、アザゼルは今どこにいる？そんなの知らないわよ。どこにいるか心当たりはないか？このままでは奴は、アザゼルは殺される。え？
お前が微笑んでいるなら、今夜俺は死なずに済むのだろうか。お前は何があってもあそこには近づくな。もし俺が戻らなければ、ゾンビ女の元へ行け。戦力を持って包帯役場と決着をつけるつもりだ。アザゼル死んだらダメ。瓦礫の中を捜索せよ。はあ、待て。お前が包帯悪魔の正体か。you
した。もうおしまいか。ニーナ、避難先はそっちじゃねえぞ。おーい。今夜王は包帯悪魔と決着をつけるつもりだ。町の中央広場で悪魔を人質に待ち構えている。小娘、ムガロを連れてここから離れろ。あんたはどうするの？待って。どけ。どかない。そんな傷でまた戦ったら本当に死んじゃうよ。死ぬとしても俺は行く。そんなダメだよ。包帯悪魔、聞こえるか？出てこなければこの悪魔どもを皆殺しにするぞ。あれが人間の王、シャリオスだ。なんて王様だ。俺が死んだらお前の力を魔族のために使ってくれ。ダメ。おい小娘、いい加減に。待って。本当のこと言うから。誰にも言わないで。絶対に。ギュッてして。何を言ってる。だから早くギュッてして。
けつけろ。この子のおかげね。あんたが今息してるのは。ああ、こいつの竜はまるで小さなバハムートだな。お前が現れなければ命を落としていた。礼を言う。もったいなきお言葉。ですが、私は騎士として当然のことをやったまでです。騎士としてか。ならば騎士カイザルに問おう。包帯悪魔とお前の関係、一体どういうものだ。お前と包帯悪魔が繋がっていることは、すでにわかっている。お前は奴の仲間なのか。すべて吐け。吐かぬならこの場で殺す。陛下、あの悪魔は、アザゼルは私の父を殺した仇です。ほう。知り得たのなら、なぜすぐに殺さなかった。包帯悪魔には、仲間がいました。私ではなく。赤い竜か。はい。あの竜の強さは、包帯悪魔の火ではありません。だから泳がしたと？はい。敵であれ、顔見知りである私ならと、包帯悪魔と接触しましたが、単独で事を行ったことは、お詫び申し上げます。ですが、このカイザル、陛下を裏切るような真似は決して犯しておりません。まあいい。今宵の働きに免じて、そういうことにしておいてやる。ありがとうございます。嘘が下手な男だ。昨日は助かった。昨日のこと、絶対誰にも言わないで。お前が竜になれるってことか。違うよ。私が男の人にドキドキすると竜になっちゃうってことだよ。変でしょ、私。変だけど、自分じゃどうにもならないの。私ね、ここからずーっと東にある小さな里から来たの。
私のお父さんは竜で、お母さんは人で、だからなのかわからないけど、私は里で一番竜になるのが下手くそだったの。でもある日、里の若い男の人に近づいたら、おい、大丈夫か？それで里で大暴れしちゃったから、若い男の人には近づいたらダメだってお母さんにきつく言われたの。最近の里はおじいちゃんおばあちゃんばっかりだったから大丈夫だったんだけど、王都に来てからは俺に出会ってしまった。いや、ドキドキしたのはあんただけじゃなかったけど、私竜になって暴れまくった時のことも全然覚えてないし、自分でどうすることもできないの。もし今あんたの方を向いたら、多分また竜になっちゃうと思う。それは勘弁してくれ。そんなめちゃめちゃな私だから、あんたの役にも魔族の役にも立たないと思う。そんなことはない。お前が自分をコントロールできないなら、俺がコントロールしてやる。はあ？どういうこと？お前は俺に抱かれて竜になれ。抱かれ！何言ってんのよ！本当に竜になっちゃうよ！今は勘弁してくれ。とにかく今の話は誰にも言わないで！また困らせたの？変態悪魔。あ？何のことだ？だって今泣きそうな顔で飛び出してったわよ。知らん。話の途中で突然飛び出していった。これ以上ニーナを傷つけたり、危険なことに巻き込んだら、もう治療してあげないから、ちょっと無理すると傷口開くわよ。あ、ちょっと。お前はこいつらといろ。何勝手に言ってんの？俺はしばらく姿を消す。こいつを連れてはいけない。ところってうちに置いてかないでよ。ついてくるな。いいな。ちょっと！あ。少しやつれたか。どうだ、私と共に魔を服従させ、神と戦う覚悟ができたか。お前と私が組めば、より早く人の世を手に入れることができる。今日もいい返事はもらえそうにないな。残念だ。そういえばお前の子供、まだ生きているようだぞ。魔族の奴隷に紛らわせるとは、よく考えたものだ。自分の子供を奴隷にするか、なかなか鬼畜な母親だな、お前も。
ずれ殺すが、その前に一度くらいは会わせてやる。では、またその時に。聖女、ジャンヌ・ダルク殿。ミカエル様。ムガロちゃん、寂しいの？アザゼル、どこ行っちゃったんだろうね。大丈夫。きっとすぐ戻ってくるよ。